はい、皆さんこんばんは。本日はですね、東京マルイのスミス&ウェッソン M&P9 をご紹介したいと思います。まず購入のきっかけになりますけれども、この前ご紹介いたしました HK45、この次にですね、買おうかと思ってた12になります。ただですね、この M&P 当初ですね、売り切れで、結局はですね、この後3番目に購入した12になりました。買おうと思った決め手はですね、ショップに飾ってあったこの銃を見てですね、右側の刻印、スミス&ウェッソンの刻印がですね、非常にですね、かっこよく見えてですね、それを見て買おうというふうに決断をいたしました。また試射させてもらった際にですね、このグリップの握り心地ですね、こちらが非常に良くてですね、これは買いだなというふうに決めたのも一つの要因になります。印象はですね、先ほど言った通りですね、とにかくグリップ、こちらの握り心地が、非常にいいです。グリップ力といいですね、あとこの細さといいですね、しっかり握れて、私のような手の小さい、ものに対してもですね、非常に扱いやすい銃だと思います。シリンダーはですね、 HK45 と同じ 15π のシリンダーだと思うんですけれども、打ち味は違ってまして、どちらかというとこちらは非常に素早いリコイルで、連射するのも非常にやりやすいといった銃だと思います。見た目も良くてですね、打ち味もいいと、非常に満足する一丁だと思っています。それではですね、各部の説明をしたいと思います。はい、まずマズルになりますが、こちらは9ミリ弾を発射するマズルの口径になります。奥まったところにですね、インナーバレルが見えるかと思います。はい、これはですね、左側の刻印になりますけれども、バンド P9 の刻印がございます。あとですね、こちらステンレスという刻印が入ってますが、もちろんスライドは樹脂製になります。はい、右手の方になりますけれども、こちらにもスミス&ウェッソンの刻印があります。私この刻印非常に気に入りまして、先ほど言った購入のきっかけになっております。はい、チャンバーの上部にはですね、9ミリの刻印が入っています。こちらがですね、中に金色の部分が見えるかと思うんですけれども、これがですね、ローディングチャンバーインジケーター、要するに実銃ですと、このチャンバーにですね、弾薬が装填されているかというのを、ここを見て確認するといった形になります。丸いはですね、金色のですね、カートを模してですね、実銃同様に確認ができるような仕組みを作っている形になります。はい、続いてセーフティーになりますが、こちらは、骨幹ロックになります。セーフティー自体はですね、左右両方あるアンビタイプになります。はい、あとですね、リアサイト、こちらはですね、反射防止のですね、セレーションが入っているのがお分かりいただけますでしょうか。はい、あとトリガーになりますが、トリガーにもセーフティー機構がありまして、こちら、この下の部分ですね、こちらをですね、押さないと発射されない機構になっています。なのでこちら、ちょっとですね、ここの先だけがグニャッとするような、ちょっと変わった感触があるトリガーになります。はい、下部には20ミリのピカディニレールが施してあります。若干パーテーションラインは見える形になります。この銃自体ですね、非常にショーファイヤーが似合うんじゃないかななんて思っております。はい、続いてスライドストップになります。こちらは、こちらと左右こちらにもあるアンビタイプになります。リリースするときにはこのレバーを下げるといった形になります。このスライドストップですが、 HK45 も同様なんですけれども、このスライドのここに引っかかるわけではなくて、中に金属の部品があってですね、そっちに引っかかる構造になっているので、スライドの摩耗はですね、気にしないで対応できる形になります。はい、続いてグリップになります。こちら非常に丸みを帯びていて、握りやすい構造になっています。あとこちらのですね、パームスウェールグリップ、これはですね、バックストラップとしてですね、交換できるような形になっています。交換の仕方はですね、こちらの下部のですね、ダイヤルを回して引いていただくという形で、このように外すことが可能になります。はい、このパームスウェールグリップはですね、SML の3種類が用意されています。ちなみに私はこちら S サイズを使用しています。
非常にですね、このグリップ力とあと握りやすさ、これはスミス&ウェッソンの M&P9 のですね特徴だと思います。はい、続いてフィールドスリッピングしたいと思います。まずマガジンは抜いておきます。その後ですね、スライドを引いていただいて、こちらのですねレバーを下げると、そうするとこのように分解が可能になります。でこの後ですね、こちらのリコイルスプリングガイド、こちらを外していただいて、アウターバレルを外す形になります。こちらのアウターバレル、純正品とはちょっと違いまして、はい、こちらデトネーターのですね、メタルアウターバレルに変えております。まあ、このおかげでですね、まあ、インナーバレルと当たることでですね、非常に気持ちいい金属音を奏でています。はい、あとインナーバレルはですね、ライラックスの 6.03mm のものに変更をしております。はい、それでは元に戻していきたいと思います。で元に戻りました。はい、先ほどのですねアウターバレルと金属音、分かっていただけますかね。非常にいい金属音だと思います。はい、続きまして今までの故障についてご紹介したいと思います。まずですねスライド、こちらのですね、全部のとこですね、こちらがやはり割れます。これはですね、まあ、グロックとも一緒なんですけれども、やっぱりリコイルスプリングガイドのですね衝撃を受ける部分なので、どうしてもですね割れてしまうといったことがあります。続いてはですねハンマースプリング、こちらがですね私の場合は折れました。まあ、これはですねハンマースプリング、まあ丸いの純正品に変えてもよかったんですが、まあ、社会性が売っていたので、今はですね 70% のハンマースプリングの方に交換をしています。あとですねマガジンのガス漏れ、まあ、これはですね通常ガス漏れは発生するんですけれども、普通はですねオイルやグリスで対応してですねガス漏れを防ぐといったことをやるんですが、今回それではですね治らず、私はですね分解しまして、中のですねゴムリング付近にですねゴム接着剤、こちらを添付しまして、まあ、接点をなるべく多くしてガス漏れを防ぐといった対応を行いました。はい、全体の感想になりますが、まあ、とにかく、グリップがしやすくて打ちやすい銃だと思います。私の中ではマレーの中ではナンバーワンだと思っています。まあ、リコイルもですね非常に小気味よくて連射もしやすいといった形で、非常に打ちやすい銃だと思っております。まあ、先ほど聞いていただいた通りですね、アウターバレル、こちらを交換したおかげでですね、まあ、スライドが動くたびですね心地よい金属を感じられると、まあ、これは好みだと思うんですが、ぜひですねこれアウターバレル変えてみたら非常に金属音は感じられると思うのでおすすめします。あとですね軽くて打ちやすい、まあ、この銃はですね、まあ、サバゲやる方にとってもですねサイドアームズには最適だではないかというふうに私は思っております。まあ、難点というかですね、やはりスライド、こちらの脆弱性はですね丸いのハンドガンには共通化なのかなと思っております。まあ、ここはですね消耗品と割り切ってで使うしかないのかなというふうに思っています。まあ、見た目も良くてですね打ちやすいこの銃、まあ、非常におすすめだと思います。まあ、命中精度ですね、まあ、こちらはですね、まあ、私の腕もあるんですけれども、まあ、それほど高いというふうには思いませんが、まあ、私の銃だけかもしれませんがかなり下目に行く傾向があって、まあ、それを補正する必要があるといった点はちょっと難点かなと思っております。ぜひ一度この銃を握ってみていただくといいかと思います。その良さはその時に分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。それではですねこの後実写シーンもありますので、よろしければご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで、さようなら。